ヘザー・ランゲン・カンプは、アメリカ合衆国の女優、オランダ系アメリカ人、エルム街の悪夢のヒロイン、ナンシー・トンプソン役で有名、オクラホマ州タルサ出身、スタンフォード大学卒業、1983年、アウトサイダーの早くでデビュー。翌1984年、エルム街の悪夢のヒロイン、ナンシー・トンプソン役に、ウェス・クレイブン監督により200人の候補の中から、 抜擢される。映画は大ヒットし、彼女もアボリアッツファンタスティック映画祭で主演女優賞を受賞し、ホラー映画ファンの間で有名となる。その後は、続編、エルム街の悪夢三三撃の館、エルム街の悪夢ザ、リアルナイトメアに出演したほか、テレビドラマにも活躍の場を広げた。ナンシー・ケリガン襲撃事件を描いたテレビ映画、ハーディング VS、ケリガン。 疑惑のー打事件、隠された真実では、ナンシー・ケリガンを演じた。エルム街の悪夢についてのドキュメンタリーにも多数、出演しているほか、ウェスクレーブンが監督した、映画、ショッカーに亀を出演するなど、エルム街の悪夢、ウェスクレーブンとのつながりが深い。ありがとうございます。